筑生市火事内下妻市役所付近茨城県道357号、原筑生線は、茨城県筑波未来市から、筑生市に至る県道である。路線名称の原は、旧自治体名の筑波八原村に由来する。1996年4月1日、茨城県が道路法第7条の規定に基づき、起点を筑波八原村、終点を、 下立市とする国道294号の旧道区間を県道新規路線として、八原下立線に認定した道路である。2005年3月に終点がある、下立市が平成の大合併により自治体名を筑生市へと変更されたことを受け、翌2006年4月、路線名称を八原ら畜生線へと変更し、現在に至る。全線が、 国道294号の旧道であり、上層バイパスの開通に伴い、県道に降格した区間である。道路法の規定に基づき、上層市三津街道諏訪町下妻市、下妻畜生市政法館は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。 並行する国道294号上層バイパスに、比べ道幅は狭いが沿線に市街が点在し、下妻、上層市役所もこの沿線に置かれている。また、全線にわたり、関東鉄道上層線が並走する。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。 ABC 道路の区域の決定茨城県法、号外第7号4月1日より、ハット ABCDE、茨城県道路現況調書、平成26年4月1日現在、県道路線の認定、茨城県法号外第7号 P1、道路の区域の決定、茨城県法号外第7号ピアニッシモ、12、道路の区域の変更、茨城県法、 第721号 P5 道路の区域の変更茨城県法第808号 P23 車両制限令の規定に基づく道路の指定茨城県法第1139号ピアニッシモ61車両制限令の規定に基づく道路の指定茨城県法第1241号ピアニッシモ1014 県道の路線名の変更、茨城県法、第1758号3月23日より、車両制限令の規定の基づく道路の指定、茨城県法、第1551号、ピアニッシモ94、車両制限令の規定に基づく道路の指定、茨城県法、第2059号、ピアニッシモ1314、上層工事事務所、 県道やわら畜生線通行止め規制解除。茨城県ホームページ。茨城県。2016年1月9日閲覧。土木部上層土木事務所。一般県道やわら畜生線。片側交互通行規制の全面解除。茨城県ホームページ。茨城県。2017年5月13日閲覧。道路の専用を制限する区域の指定。茨城県法。 第2980号ピアニッシモ1828ありがとうございます。